こんにちは、堀口めです。今日はですね、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。というのもね、こう春になって新しい視聴者の方も来てくれたんじゃないかなと思って、自己紹介も兼ねてね、やっていきたいと思います。では早速始めていきましょう。堀口めです。参加者です。よろしくお願いします。はい、そうです、堀口めです。よろしくお願いいたします。みーちゃんの誕生日はいつですか？6月24日です。サークル以外でどこで友達作るんですか？バイトですか？まあ多分そんな感じなんじゃないかな。うん、分からへんけどね。これからもインバついてきてくれますか？意外とメンバス持ってる方がいなかった。私のいとこからなんですけど。あ、いいよ、分かりました。ついていきます。同じ学科の後輩なんですけど。お、はいはい。何かしておいた方、しておいた方が良かったなってこととかありますか？TOEIC なんかの検定かな。どうしても私の学科ってちょっと専門性がちょっとぼんやりしてるのでね、そういう検定系とか持ってたらちょっと強かったなって思いますね。あと環境系の授業をもっと取った方が良かったかなって思いました。私はなんかあの別の学類の授業とかさ調子乗って取ってたから、自分の学類のやつをちょっとおろそかにしちゃったんじゃないかなって思ってます。女優目指してるんですか？女優です。おすすめの学食メニューは何ですか？オクラ、巣ごもりオクラです。ゆりちゃんのメイクがすごく可愛いので、もしよければ最近のメイク紹介させて。いいよ、それさ、それさ、女の子が女の子に言ってもらって一番嬉しいことです。ベースメイクは主にこれですね。これが下地プライマーで、ファンデーションがこのジュンセンムルのやつ、21番、わからへんけど。で粉が忙しい時こっちで、忙しくない時こっちです。であのね、これね、あのすごいパフが大きくて使いやすいんやけど、臭いです。でもすっごいサラサラなの、これ。でも臭いで、これはめっちゃいい匂いなんですけど、パフが小さいです。これ大きいバージョンがあるからそっち使った方がいいよね。でも高いよね。お目目は最初にこれね、ベース塗って、キャンメイクので、アイシャドウはこれ使ってます。これとこれを、あ、えいやってして使ってます。これはあのエチュードハウスです。アイラインはこれ、ヒロインメイク。マスカラはこれとこれ、 D アップ。口紅はこれです、ディオールの524番。メイクのポイントをちょっとだけ、ラメをおらって ここまで塗る、 ここまでね、ここの目頭のとこまで塗る。以上です。アキコマの使い方教えてほしいです。私はいつもアキコマがあるときは、自習室に行って映画を見るか、授業の課題をするかですけど、まあ、普通に友達とご飯食べに行ったりとか、お菓子パーティーしたりとかもしてます。もういろいろ自由ですね。でも、勉強することは少ないです、アキコマ。春から大阪公立大学長松キャンパスに通ってます。はい、おめでとうございます。最新のおすすめ学食メニューありますか？先ほども言ったんですけど、あのオクラの巣ごもり卵なんですけど、最近出た分かれへんねんけど、もうすぐぶっかけのうどんとか出ると思うんで、それに巣ごもりオクラを乗せるとすっごく美味しいので、あと夏バテ中でもサラ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 食べれるのでおすすめです。春から新公立大学生になりました。いつ頃から友人抜きになってきますか？3回生です。私でやっとなんか友達とご飯行ったりとか行きました。サークルは何個入ってる人多いですか？2かな？ 1、2かな？でも2をよく聞くかな。博士課程はどう思いますか？すごいと思います、ほんまに。あと2年でしょ。私もできる限りね、長く学生生活したいけどね。私も大学院とかかっこいいから行ってみたいんですけどって感じですよね。で、 YouTube 始めるきっかけと撮影されるべき道具など教えてください。参考にしたいです。お、始めるきっかけは、まあいろいろインスタとかで動画とかやってて、その流れでっていう感じです。私が始めようっていう感じになったんじゃないんですけど、まあ流れで、お、じゃあ YouTube もやってみようかってなって、やりました。で、揃えるべき道具は、あの正味 iPhone だけでいいと思うんですけど、うねうねできるスタンドがあればいいなって思います。あとは場合によってはこの丸い照明とかもあったらいいけど、ちょっと高いからね。正味 iPhoneと支えるものがあればいけると思います。中松キャンパス周辺で姫
めたのおすすめのご飯屋さん教えてください。だ、ね、ベリーグッド麺っていう混ぜ麺屋さんがすごく美味しかったです。あと白鷺門出てすぐのカレー屋さんもとっても安くて美味しいのでおすすめです。カモスキャンパスの近くでゆめちゃんのおすすめの飲食店教えてほしいです。大ファンです。ありがとうございます。さっきもね答えたんですけど大ファンですって書いてくれたのでもう一回答えますベリーグッド麺とカレー屋さんです。たくさん出ますか？出てほしいです。出ません。いつもどの 教室と教育と使ってますか？1年の頃はね B さんとかにね閉じこもってたんですけどね、今はいろ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 です。 B1A15A6A5 とか、まああんまり奥まったとこにはいないです。私もう入り口の辺マニアックなプロレスラーのモノマネやってほしい。昔は武藤選手は真似してたよね。めっちゃ子さんがいますよ。めっちゃ子さんが10年前の人がいますよ。マニアックなプロレスラーのモノマネ、ちょっとじゃあ待って、ひめさん王道しかできないんです。ウィー これですよね。あのスタンハンセン。友達のカッキーはなんでカッキーなん、やっぱりカッキー好きやから。そう、あの私の友達がインスタとかに出てくる場合、あのカキの子とかピーチの子とかひよこちゃんとかあだ名をつけてるんですけど、カキの子はカキが好きだからです。あの子はカキに当たったことはあるんですけど、あのそれでも食い続けてました。最近のアラブルジャイクさんとおすましジャイクさんお願いします。はい、どうぞ。仲間でおすすめのご飯さんありますか？さっきも言ったんですけどカレーと混ぜ麺です。ゲンシス学誕1年です。見た来たら声おかけしていいですか？学誕いいね、選び放題、おかけしてください。たまにおかけしてくれたらすごいちょっと嬉しいんですけど、今あもうほんまに話すの苦手な人だ。あーおーって言っちゃうんですけど全然嫌とかじゃないよ。身長何センチ？160センチ。ユニバで好きなキャラクターは何ですか？ユニバでキティちゃんです。はい、あとブライドも好きです。ブライド英語の勉強法を教えてください。ね、いいなって思ったのはトイックの練習アプリですね。あれリスニングとかね、短いのばっかりやからねいいと思います。ペット飼ってる？新しく買うなら何がいい？ペット飼ってないねんな。ジャイコはおばあちゃんじゃないやつやから。新しく買うならでもお猿さんとか可愛いなって思いますね最近。あのスローロリスとか、そっち金華獣とか、そっち猿の中でもめっちゃあれジャングルの そっちユニバとディズニーどっち派ですか？今めっちゃディズニー行きたいんですけど、明日ユニバに行きます。どっちも。この前食堂で見かけた。いや見かけられてるなって思った。あの人やんな。うん、見かけられてるなっていうのはめっちゃ分かってるから、全然あの見かけてるよって言ってほしいです直接。逆に質問ありますか？好きな動物は何ですか？今までで一番苦労したことを教えてください。質問じゃないけど今年の受験生に向けて応援メッセージお願いします。頑張れ頑張れ、絶対合格頑張れ。血液型は何？ B ですか？ B ですかって言っちゃう。 O です。 O です。これからどういう系の動画上げるの？こういう感じです。はい、ということでね、こんな感じでね、たくさんの質問あったんですけどね、私のね諸事情の関係でね答えれないやつとかもあったんですけど、その人たちほんまにごめん。でもありがとうな、ありがとう質問くれて。はい、ちょっとはこの動画で私のことを知れたでしょうか？元気いっぱいこれからも楽しくやってきたらいいなって思います。では今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネルボタン高評価よろしくお願いします。各種 SNS もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。